Et bonsoir à tous, c'est l'Armoan du site JDRPG.fr, à nouveau pour une session d'Eyuden, enfin une session Eyuden Chronicle Undead Heroes, 9ème session. Pas mal hein, 9 sessions. 17 heures de jeu pour le moment. Niveau 30, niveau 34 même pour être précis. La dernière fois, c'était lundi, donc il s'est passé plusieurs choses. La guerre, une bataille, et on a su que l'empereur a été assassiné chez nos opposants. Donc on sait très bien que il y a un coup d'état qui se prépare par le Dux Aldric, on s'en doute. Voilà. On a ramené avec nous, je pense, le pays de Shriss. Donc, ils sont affiliés à notre alliance. Et là, on en est là. Voilà. On repart, là, il est 19h42. Normalement, c'est vrai que j'aurais dû commencer à 18h30. Mais j'ai terminé le travail trop tard. Donc, je n'ai pas pu. Venir plus tôt, donc on va faire 2 heures, hein, comme prévu, jusqu'à 21h40, et puis voilà, allons-y, c'est parti. Allez, let's go. Qu'à partir de là, on va avoir quelques alliés en plus. Ah, j'ai oublié de mettre ma petite question pour ceux qui passeraient sur le stream, sur le live. Hop. À ce stade du jeu. Mon personnage préféré. Et toujours Mio. Et vous? Voilà. Ça, c'est la petite question que je pose perpétuellement, on va dire, pour chaque live. Pour ceux qui passent, même si peu de personnes passent, c'est pas grave. Ouais, tout ça. C'est parti. 本日の策も同じく持久戦となります。 すでに敵軍にある程度は損害を与えられましたが、 今、ノア殿の率いる同盟軍と バルナールドの率いる砂漠の傭兵団は戦列に加わっていただきます。各自気を抜かぬようお願いします。ああ、戦場は我々にとっては日常だ。ノア殿もよろしいですか。ああ、気を。ああ、気合い入れていくぞ。さあ、2ème bataille。 Alors, je vais peut-être briller un peu plus que la première, hein, parce que l'a gagné. Saki の勝利に気を緩めることなく戦いに当たると。あれを勝利だとは、ふわらわせる。少しばかり命が流れ、ここで。 皇帝陛下の名誉。
Je me pose la question, si je départage mes... J'ai envie de faire autre chose. Voir. Hein.敵を罠にかけるぞ。これは。久々にきつい仕事になりそう。撤退する。撤退だ。急げ。遅れるなよ。確かに今日も厳しい。我々の目的はできるだけ戦いを流れ。やはり手強い。ああ。お前たち、
うろたえるな。約束。敵が退却する。追撃だ。みんな、必ず勝利をつか…手当てするよ。みんなこっちへ。みんな、すでに噂は聞いていると思うが。え、それってこの裏には、これまで僕は公爵の横暴を見てきた。今行われている帝国の名誉を汚す戦いだ。これは命令ではない。これよりオルドリック公爵に対して反旗を翻す。ただこの隊はもともとケースリン。バカな話です。ノベリオン、そういう君はど、こんなバカな人たちを野放し。なんだ、てどういうことなの。あれは何が起こっているかは分かりませんが、あの反旗を翻え、あの部隊、あ、兄に似て。戦闘開始。存分に力を発揮せよ。行くよ、正義の。しゃあ、次はドイツだ。よし、どうした？さあ、まだ行くぜ。行くしかないな。敵を倒したみたいだな。今のうちに休んでおけよ。しゃべる将軍。何をおっしゃいますか、ゴールドウィン将軍の皇帝陛下の暗殺。それがなければこの戦い、我が軍団全軍に伝えよ。軍を引き、すぐにも帝国領へと帰還する。はい、バカな、この戦いに勝てば私は。ならば好きにするがいい。私は逃げぬ。ゴルドウィン将軍の軍勢が下がる。どうやらゴルドウィン将軍の動きは罠ではありません。てここで決着をつけ。
さーて、始めますか。勝っちゃったね。みんな強い強い。敵部隊は敵軍団壊滅。次へ向かいましょう。ゴーレンズの変わりなし。まだいける。戦闘開始します。よし、一部隊壊滅を確認っと。魔導レンズロ変わりなし。まだいける。やった。ええ、ひゃっはー、やったぜノアの兄貴。やったなノア。いい戦いぶりだった。あんたはいい。勝った。ユンマ様、帝国軍はこの地を離れました。偵察部隊を勝ったんだね。はい、ここに。ノア、君と同盟軍にもお礼を言わないと。と、いや、いいのよ、ノア。ここまでよく戦ってくれたのはあなた。そうそう、胸張っていいんじゃない。ああ、そうだ。それにやっと連中に一泡吹かせてやったんだ。しかし一つわからん。それは。いえ、私の計り事の外です。ですが、おそらくその件については。投降した帝国の部隊の士官をお連れしました。やっぱり君だったのか。久しぶりだね。おや、お久しぶりだ。あの途中で味方してくれたのって。思うところあって、今は帝国から離れることにしました。それはゴルドウィン将軍の退却と関係が。はい、帝国内で。帝国の。え、暗殺。それってまさかオルドリック公爵が。確証まではありませんが、我々が集めている情報からはおそらくはそうであろうと。あはは、それで退却になっちゃったのか。
オルドリックってやつもバカだよね。なんてタイミングの。さて、明日には城に戻って軍の。ユンマ様からの許しも得ましたので、私もこれからは同盟軍で働こうと思っています。帝国との戦いはまだ続くと見てるのよね。ええ、オルドリック公爵の野心はユークリスを攻めたのは体よく使われただけでしょう。やっぱりそう思うのね。ええ、皇帝派の筆頭ゴルドウィン将軍を帝国領から引き離しておきたかった。本当に悪どいやつ。でも、あ、それはお互い様でしょ。ノア、あの少年をリーダーにつけようとしているのは理由。そうね、同盟の軍のリーダーがグリム伯領の私じゃ、噂じゃ私も野心家ってことになっ。それに帝国の横暴に立ち上がるのが市政の青年、そんな英雄のストーリーは人々の心を。うん、ではあなたは何を求めますか。名誉ではなく。そうね、私の望みは、よう、ノア、よく眠れた。まずは広間へ行くぞ。会議だとさ。210. さて、ノア殿も来たことですし、話。話って？ていうか、マールリッチさんもこっちに来たんだ。ええ、ユンマ様には許可をもらっています。これから、よろしくお願いし。軍師殿との契約も残っている。我らも力を貸す。ユークリス戦での働きを考えると。そうよ、マールリッチには軍師としてこの同盟軍のリーダうむ、同盟軍を盛り立てるために諸君も頑張ってくれたまえ。ノアも乗り気？お前、ちょっとイメージ変わった。やる気になってるのはいいじゃない。私は他にやることがいっぱいあって忙しいの。本当にお願いね。ユーミルもリーダーの補佐をお願いね。お嬢様が…これは定…ちょっと…ノア、改めて…
今の帝国のあり方は正しいものじゃない。君、セイ、セ、ああ、ケースリング家の務めではなく。うんうん、それでよかったと思うよ。そういうの分かりにくいやつだからな。お話盛り上がってるところですが。ノア、俺のことか。帝国の軍勢は一度はユークリスから引き上げましたが、未だグリム伯オルドリック公爵が再び諸国連合の制圧を狙って行動を起こすはずです。猶予は少ない。ええ、その間にできることは二つ。一つ、それについて一つ心当たり。ユークリスの東砂漠の地にシャークマンたちの住むインペリシャークがある。シャーク、傭兵として何度か共に戦ったことも互いに戦ったこともある。名誉を重んじる強き戦士たちだ。そちらの交渉はノア殿にお願いします。すでにユンマ様に砂漠の地との関所を通る許可は得ています。案内人としてバルナー石英はハイシャーンから北東へ進めば着く。そこから山道を抜けた先に、まずはそこを目指すか。ああ、そしてもう一つ、現在帝国内では皇帝暗殺の動揺が広がっています。公爵が事態を掌握して地盤時間を稼いで、それをできるだけ遅らせること。そちらはすでに聖殿にお願いし、すでに帝国内でオルドリック公爵に反感を覚えている、いわゆるま、ノア君たちに力を貸すと言っても、俺たちはもともとは帝国軍だからな。しばらくは単独行動をした方がいいだろう。ええ、当たり前のことですが、同盟軍の中には我々のことを。え、そうなの？私は信用してるよ。まあ、俺たちは中聖殿と皆さんには帝国内での情報収集とオルドリック公爵への妨害工作、皇帝暗殺により動揺している帝国内を公爵が掌握し。ああ、私は連絡役としてこの城と帝国内を。いいんだ。え、あ、うん、よろしく頼むぞ。共に参ろう。
頼むぜ。腕が鳴るわ。回復でしたら私にお任せください。一緒に旅に出られる。それではノア殿、セイ殿、それぞれよろしくお願いします。わかりました。うまくやってみせるって。こっちも頑張るよ。そうそう、負けないからね。味方集めと帝国内の妨害作戦を同時に行う。どちらがうまくやるか競争。どうなったら勝ちなんだろうか。そうやって考えすぎるのは。うんうん、同意する。何を建てましょうか。素敵な場所になりました。
ありがとう。感謝を表彰しましょう。それでは。砂漠の地へはユークリスの使徒ハイシャーンの北。よし、行くか。キャリーに頼んで。忙しいんだ。無事にも。いらっしゃい。Sabine. Thank you.
どんな用か。また来てね。注意の様子が気になり、ああわかりました。うん、わかりました。ça c'est son histoire à lui. Non.Pas mal là le fait de pouvoir bifurquer entre deux histoires. Enfin, vas-y entre deux histoires.聖注意。お父上にお会いになり、おそらく公爵の監視の目があるでしょうから。いや、先行したバレンタイン少尉はアジ町の西側のダウンタウンですね。私はせよ。
crois que c'est par là qu'il faut que j'aille, mais bon. Ok. Alors. Thank you.
Voilà. アジトの場所は？バレンタイン少尉は来ればわ。
あそこ。またここが悪ガキどもの隠れ家になるとはな。心配しなさんな。ここらの連中は義理堅いし、ケースリング家がこのまダウンタウンのフェスティバルにも毎年寄付してく。いろいろ事情があったんだろうが、バルもあんたのことも誰にも言わないさ。Résistance. それじゃ手はず通り頼むよ。お、任せてくれってバルの兄貴。よそ者は匂いでわかるさ。ああ、あんた、いや、心配すんなって、事情があんだろ。それじゃあな。いや、来たな。セイ、ヒルディ。今のは？ああ、昔馴染みでね。俺は士官学校に運よく合格できたが、ここの出身だってのは変わらないからね。今、追っ手がもうここまで来てると。俺たちの動きも追われているんだろうがね。そっちはちょっと事情が違う。情報局のつてで
オルドリック公爵に反感を持ってる派閥を調べていたんだが、なかなか表立って対立してるってのはなくてな。ゴルドウィン将軍も？ああ、反感を持っているのは確かだろうが、皇帝暗殺に暗殺後の混乱、そしてその後の勢力固めを速やかに行うため、ゆっ公爵は用意周到だ。まあね。手がかり？ああ、ポール、彼女。大丈夫だよ。僕の名はセイ・ケースリン。僕の名前はアイビー。ヤエルです。彼女たちが手がかりと？ああ、つまり二人はオルドリック公爵のマドーレンズ研究の施設から、うん、はい、私たち村から施設まで無理やり連れて行かれて、帰るどころか逃げ出す。でも技術者として働いてたけど、施設の奥じゃ何やってるかずっと教え、なんだか秘密にされるのって腹が立つからね。それでこっそり調べてたんだ。ヤエルさんの話を聞くに、彼女の村は先日諸国連合オルドリック公爵がノースファリア領の割譲を、わかりません。帝国の人はルーンの遺産でもガーディアンの妨害を受けて、その代わり偶然私たちの村を見つけたような。でも私たち、今のはマドーレンズの力だ。私たちの村では私や弟のように生まれつき、そのことをあの帝国の仮面をかぶった女の人に。村の人みんなってこと？はい。強制的な集、絶対なんか悪いことしてるんだ。だからそれを誰かに伝えるためにヤエルを助けて一緒に。でも僕の工具トランクに隠せるのはヤエル。はい、弟は。わ、その後は公爵のお寺シーノから。それでちょうど魔導タンクをこの近くに隠していた僕らと出会ったんだ。まあ最初は帝国の追手と思われて、あの魔導ワームっ子と人騒動になったけど。ああ、いや。そのアームはなかなか強。本当ごめん。お願いします。父さんたちは村の。さて、公爵がやろうとしていることが帝国の法に、それに。それに？僕の知る帝国軍は。こんな応募を許すような。ああ、そう来なくっちゃね。それでなきゃ。よし、まずは公爵の研究所に乗り込んでヤエルの村の人を助けて、何が行われてるか暴くんだね。いや、すまないがヤエル、もしかしたらまだ助けられないかもしれない。でもことを暴けば助け出せる可能性は上がる。はい、それでも可能性があるなら。研究所の近くまではシルビー魔導タンクで行くんだよね。彼女はこの町の東側に隠してある。まずは、うん、頑張ろうね。う、う
Alors, on y est tout. Là, je suis con. Et qui est con? Et j'ai racheté le même truc.大丈夫。僕の魔導タンクで研究所までまっし。僕の魔導アームで悪い奴はぶっ飛ばしてやるさ。じゃ、行く。
て。Un peu d'action, ça nous ferait pas de mal là. Lui, un peu. Intérêt de faire ça. Aussi. よし、すごいね、ポールさん。僕にはこの規模の窓。そうかい。でも君の魔導アームは体の動きを取れる。本当に？セルセルしょ。こっちは。しかし目的地がガルドヘブン城になるとはね。これだ。今の僕らにはなすべきことがある。それがたとえオルドリ、これ以上魔導タンクで近づくのは危険かな。城を攻め落とすわけじゃない。ヤエルちゃんが言っていた村の人たちが捕まってるところ、魔導レンズの研究。僕が普段いた一般の作業場までは警備は。ヤエルさん、私たちに任せて。いえ、私も力になりたいです。まずはあの場所で何が行われているのか。そうだな。バレンタイン勝利。ああ。魔導タンクはいつでも動かせる状態で待っていてください。はい。よし。
よろしくお願いします。大丈夫ですか？ありがとう。このまま…これがラスト。約束された勝利さ。魔導アーム、戦闘パワーオンだ。これで終了です。戦闘終了。他に敵影なし。得るものがあった。you
さてさて、行きますか。約束された勝利さ。おかしいな。さっきから警備の兵士、僕ら技術者や普通の兵、もっと偉い兵隊さんが守ってるのかと思ってた。あっ、構えろ。Thank you.
見えた。ないよ。ルーンを使います。立ち上がってください。ありがとうございます。制御リング起動。力に合って。ありがとうございます。終了。発動。力を正義を我が手に。戦闘終了。他に敵兵なし。僕と魔導アームはまだまだ成長するよ。今のって聖注意。ああ、ルーンの遺跡で見た敵によく似ていた。敵を確認。迎え撃ちます。た。すまない。もう許しません。あとは頼む。
行くよ、アイビー。オッケー。総攻撃だ。期間最大グレートパンチ。やったね。たはっ、とどめです。戦闘終了。他に敵影なし。見えた。くらえ、くらえ。うげえよ。力を正義を我が手に。くらえ。許しません。ここです。こいつは効くぜ。これがラスト。約束された勝利さ。
merde. Il y a un boss derrière. Mado Arm, Sento Power on da!ここです。はっ。ヤエル、大丈夫？ありがとう、アイリー。僕は負けない。だ。くらえ。くらえ。これで。よ。剣の力を。フォアウェルチ。これで。約束された勝利さ。招集ですか。敵を確認、迎え撃ちます。Quand fort je suis. Rare les fois où je suis. Libre requin.構えろ。
この奥、何か。はい、わからないけど。何をするにしても急いだ方が。そうだね。ほう、これが例の村。はい、ノースファリア領のルーンの遺跡探索のガーディアンどもには手を焼いていますが、村にかけられた魔導レンズによる村を隠すための保護非常に。おう、ミヒル。お前ら連れて行った父さんや母さん。ほう、魔導レンズの力、それは不安定なもの。お前たちのように生まれながらに それは公正ではない。何を。すべての人間が魔導レンズの恩恵を真に受けるために、その力の解明、それこそが歴史が進むべき正しき道。そうは思わないか。それが僕らに何の関係があるんだ。見えるか、あれは原初のレンズ。その秘密を紐解くことは人に、そのために君たちには力を貸し。力を貸す。じゃあ父さんや母さんや先に。原初のレンズを動かす。逃げとしてな。はい。生贄ってことか。Il a tué son frère, le frère de l'autre. Oh là là. Quel. Gisé wa hito o mirai e. Koko wa? Nani go?何を。何のこと。嘘吹きだ。なぜ罪なき者を手にかけた。わからぬか。ふざけ。ケースリング家には目をかけ。こんなの間違っている。それは小さき。これは人の。ふざけ。調子に乗る。大義のためになど。調子に乗るな。俺は人の世の。ふざけるな。
調子に乗る。大義のた。その際、惜しいものだな。見るがよい。な、何を。俺が原初のレンズの力、その一端だ。わからんよ。貴族の身に生まれ、才あるお前が。それ。正しくない。正しくない？正当な戦いなら。だが、この戦いは嘘で始めた戦いだ。戦争を続けるために。皇帝陛下を手に、そして今そこに正当さなどない。くだらぬ、なんとちっぽけな理。大きな歴史の流れの中で貴様の潔癖さなど帰り見られることさえ、大義がわからぬ小さき者の考えだ。それでも逃げたりもはっ。ならばそのちっぽけなせ。セイさん、セイ注意。Fait un truc. Nigetaka.追いますか。なあ、例の試作品を使うがよい。承知しました。とりあえず止血して応急手当てはし。ミヒル大丈夫？弟。それで聖注意どうしますか。村人の皆さんには兵士を護衛につけます。で、心配ありません。おと、ああ、僕の知る魔導タンクでできるだけ派手に脱出。その隙に皆さんは逆方向へ逃げてください。あ、はい。魔導タンクの準備ができた。はい。準備ができたらすぐに出発し。姉ちゃんの力に僕は。
少し…わかった。聖中。も…よし。オッケー。僕らも手伝うよ。公爵に一泡吹かせ。でも公爵のこと、技術は人を幸せにするものじゃなきゃいけない。私も、ま、でもミヒルやムラ。わかった。では、わかりました。こちらへ。姉ちゃん。大丈夫。私、頼りないお姉ちゃんだ。さあ。お願いします。さあさあ、急いでくれ。グレート大脱出作戦開始さ。派手に行こうじゃないか。敵兵はまだ見え、まさか見逃してくれ。もっと目立った方がいい。城のそうだな。なにどこだ。敵を確認、迎え撃ちます。これで。え？や。いた。剣の力。負けない。行くよアイビー。オッケー。総攻撃だ。期間最大グレートパンチ。やったね。Thank you.
ないよ。えい、立ち上がってください。ありがとう。ここです。僕は負けない。このままじゃ。いや、そんな、こいつはまずいか。Franchement, je pensais mourir quand même. Quand t'étais yokatta. Seijou shita kana? Hé, ima no teki wa? Masaka. Dakedo aitsu michi o fusaku. Hai. Sore ni okashii desu. Lorenz.レンズの魔力の結晶を身に宿したモンスターは時々現れているが、でもで、それはあとあとまたです。ま、すまない。大丈夫かい？ありがとう。パンチ、うわ、フラこれで急所、はっ、剣の力を。いくよアイビー。オッケー、総攻撃だ。期間最大グレートパンチ、やったね。
そこ剣の力を。はいよ、ダーン、フォアウィルス。もう許しません。J'en mets de la vie quand je le ça tape en bleu. Ça va. ついたな。僕と魔導アームはまだまだ成長するよ。やっぱりおかしい。さっきのも今のも魔導レンズが埋め込まれていた。それにモンスターに制御。まさかあれがこ。やはりまだまだし。お前さっきのモンスターだ。さてもさても、ままよろしくお願いします。Si je meurs pas là, aïe. Thank you.
これで。はっ。と。よし。これは痛いよ。行動開始。剣の力を。はいよ、見せ場はもらうぜ。勝ちました。勝ちました。成長したかな。おやおや、完成度って兵器としての兵器って、それが工作の言うモンスターとはいえ生物。そんなの、そんな、ご勝手けれど、これで終わり。これは感謝してるわ。実に貴重なる犠牲だ。ああ、それを貴重などと、人の世のためなどと。そうだな、やっぱり。ええ。よろしくお願いします。剣の力を。ありがとうございます。はいよ、パンチ。これは痛いよ。
ないよ。これかな。剣の力を。フラー！ルーン！よし、行くぞ。これで。これで。うん、そこ剣の力を。フラー！ルーン！さてと。これで。これかな。よっ、ドーン、くらえ。はいよ。はっ、剣の力を。当たりません。耐えて。当たりません。ここで止まるわけにいきません。なんとか勝てたか。僕と魔導アームはまだまだ成長するよ。なんとこれさえも。当たり前。あなたなんかに負け。しかし次は。次なんかない。みんな捕まって奥の手を打つ。何、圧縮火炎弾。
j'ai entendu. Seisan wa hitsuyou na koto. Kore ga Gardo Heaven jō de bokura ga mite. それをどう？お任せします。当然。証拠のない話だ。ゴルドウィン将軍の耳に入れたところで、どうと無駄に公爵の怒りを買う。はい。お前のやったことは帝国への反逆でしかない。ケースリング家の家長としてこの家を母さんが気がつく前に。分かっています。この屋敷を今まで。なぜだ。兄さんが、アーサーが、正しくあることこそが最大の名誉。そうか。それでは失礼します。課長としてお前を許すことはできない。だが父としては迷うなよ。私の動向が気になりますか。俺たちは俺voilà. Bon, on va s'arrêter là. J'aurais envie de dire que la prochaine session, ça se fera dimanche, je dirais dimanche matin. Ce serait cool. Si ça se fait pas dimanche matin, ça se fera probablement lundi matin. Enfin, même pas probable, c'est sûr. Vu que lundi matin, j'ai jamais dérogé à la règle, donc lundi matin. Passez une bonne soirée. C'est encore une belle aventure, hein, n'est-ce pas ? Passez une bonne soirée. Soit dimanche matin, soit lundi matin. C'était l'Arma One du CJDRPG.fr. N'hésitez pas à nous regarder, à nous regarder sur le replay de Twitch, mais aussi sur YouTube avec d'autres vidéos quand j'ai le temps d'en faire. Voilà. Salut à tous.